ジョアン・ドナートジ、オリベーラ・ネトはブラジルのミュージシャン。1934年にアマゾン奥地のアクレ州で生まれ、そのゴリオ・デ・チャネーロ州に移り住む。10代の頃にはアコーディオンを演奏したり、作曲したりもしていた。1949年、15歳の時に発録音。20歳頃にはピアノの演奏をし始め、トロンボーンもマスター。1956年、 オデオンレコードにファーストアルバムである、シャ・ダンサンチを録音。1959年に飛べ、もともとスタン・ケントンに憧れていた。彼はカルフォルニアで生活を始める。キト・プエンテラのバンドに参加し、曲を提供するなどしていた。彼は1963年に、ブラジルに一時帰国、ピアノ・トリオとパーカッションの組み合わせで、ポリドールレコードに、ムイト・アボンタージと、 ボッサムイとモデルナの2枚を録音。その後、ジョアン・ジルベルトと共にイタリアをツアーし、1965年、アメリカにザニューサウンド・オブ・ブラジルを録音するなどした。ボサノバブームも去った1970年、ドナートはアバッド・ドナートを録音。このサウンドアートにクロスオーバー・フュージョンの名で呼ばれることになる。この後、13年間アメリカに滞在していたドナートは、 ブラジルに帰国。そして1973年、オデオンレコードに県へ県を録音した。この録音は、マルコス・バーリがドナートからの、ブラジルでのレコーディングを考えているから、企画してくれないかという電話から実現したもの。バーリが当時契約していた EMI ブラジルにその旨を話すと、最初は拒否されたものの、マルコス・バーリが責任を持ってプロデュースするという。 条件で快諾、録音に至った。当時の EMI ブラジルでは、プロデュースできる権限があるのは社員のみという規定があったため、マルコス・バーリはアシスタントプロデューサーとして参加している。映画、黒いオルフェのサウンドトラックに参加したアーティスト、アゴスチーニョ・ドス・サントスのアイデアにより、ドナーとは、県へ県で人生初のボーカルに挑戦するが、その後はしばらくイントンする。 1998年頃から、ジョアンド・ドナートは再び音楽界に復帰、様々なレーベルに録音を残す。2001年には、エレファントレコードからクラウジオ・スローンのアイデアにより、3作のアルバムが立て続けにリリースされるなど、精力的に活動している。ありがとうございます。